はい、VR 荒太郎です。前回の動画から少し時間が空いてしまいました。今日はですね、8月の18日日曜日なんですけども、最初の動画をアップいたしましたのが3月の18日ですので、ちょうど半年経ちました。皆様どうもいつもありがとうございます。今日ちょっと雰囲気が違うかなという感じがすると思うんですけども、これまで動画を撮っていた場所っていうのが、事務所の一角に、場所を作りまして撮っていたんですけども、カメラを立てたりセットアップをしたり、テーブルを作ったりちょっとこう準備したりとかしておりましたので、なかなかタイムリーに撮ることができなかったんですね。それからカメラのオンとオフとかやっていただくアシスタントの方に来ていただいたりとかしておりましたので、どうしてもその撮るための準備というのがいろいろかかっていたんです。最近 VR 関係のニュースも結構ありますので、それをこうタイムリーにやりたいなと思ってもなかなか対応することができなかったんですね。それでこちらの方にいろいろと機材もそれから環境も整えてやってみるという形にしてしまいました。これですと極端に言えば、毎日でも作れるかな、やってないですけども、ない形になりましたので、今後はそのように行っていきたいと思います。ちょっとねこれ今かけてるとオキュラスクエストはカメラがついてるんで多少見えるんですけども、モノクロですし外させていただきます。はい、ちょっとゴーグルを外させていただきました。このような形で、撮らせていただきますので、割とタイムリーにいろんなことがご紹介できるんじゃないかと思います。オキュラスクエストですね。これはもともとオキュラスクエストというのは機体のデバイスでしたので、初年度100万台ぐらいは売れるだろうというふうに予測されておりましたけども、 Facebook の予想も上回るというふうに言われておりますので、100万台ぐらい、年内に100万台ぐらいいくんじゃないかなと言われております。でこれ、オキュラスクエスト自身ですね、いろいろと私も使ってみると、Facebook が明確に打ち出しているのは、ゲームに対してすごくフォーカスしてますよね。以前の、オキュラス GO ですとか、それからちょっとオキュラス GO 持ってないんで、オキュラス、こちら、リフトがあるんですけども、オキュラスリフトと、ソフトの互換性がないので、若干別々なアプリケーション、両方で動くアプリケーションも出されているんですけども、それぞれ違ったポジショニング、それからオキュラス GO とも違う。オキュラス GO は確かもうすでに1000本ぐらいアプリがあってですね、いろんなものが楽しめるっていうふうになってるんですけども、まだまだクエストは発売当初で57本のローンチタイトル、だから毎日毎日増えてますし、東京クロノスのように、1ヶ月ぐらい、6月ぐらいからかな、リリースされたものもありますので、100本とか、それでも200本いってないんじゃないかな、いってんのかな、ちょっとこれ調べてみたんですけど、正確な数字は出てませんので、こちらの方はまだ、発展途上ではあるんですけども、毎日のようにソフトウェアはリリースされております。ですので、オキュラスクエストに絞ってもですね、本当に毎日やっても話題があるぐらい。それから今、こちらの、リフトですね、オキュラスリフト。さらに、東京クロノス、何回も取り上げてはいるんですけども、PSVR 版がこの8月22日間にリリースされます。ちょっとレビューもしたいなというふうに思ったりとかですね、従来から撮っておりました VR180 の、私は再生の場合はこの、レノボのミラージュソロを使ってます。それからさらに任天堂の VR、これだけでも5つのプラットフォームがありますので、話題というかネタにはこと書かないんですけど、それに対してタイムリーに、タイムリーどころじゃないですね、でそれに対応するだけでも多分ね、5つあれば1日デバイスに絞っていっても5日かかっちゃう。まず自分で試してみないと分かんないですし、
そういったいろんなことをやろうとすると、もう時間はいくらあっても足りない、その割には今やってなかったって結構ジレンマがあったので、まあ、このような形にいたしました。まあ、それからチャンネルの方に VR ラボと言いつつも、まあ、VR 以外私が関連するであろうと思った内容ですが、まあ、今回、8月の頭に行ってきました C グラフというコンピュータグラフィックスの、学会の展示会の方もレポートしてみたいといろいろ作ってみたんですけども、多分皆様はあんまりそちらの方にまだ興味がないんじゃないかなという感じがします。それからVR180 ですね、まあ、こちらの方に、カメラ、まあ、こういう風なカメラですね。こういうので VR180 を撮って一部動画をこのチャンネルの中にアップロードしてたんですけど、それもちょっと違うんじゃないかなと。 VR180、まあ、VR の動画に関しましては、別のチャンネル、もともと作ってたんですけど、 VR180 の映像ばかりはそちらの方で、まあ、紹介していこうかなと思ってます。普通の動画と VR 動画ってやっぱ根本的に違いがありますし、視聴環境というのも、一応 YouTube の場合、VR180 の動画でもスマホや PC でも見ることができるんですけども、やはりその本来こちらとしては見ていただきたいと思った絵にはなってないもの、こちらの方のチャンネルで上げても仕方がないかなというふうに思いました。ということで、ちょっと今後いろいろと動画の内容を変えていきたいと思いますので、そういうことで皆様今後ともよろしくお願いいたします。それでは皆様またお会いいたしましょう。 See you!